こんにちは、かちゃんです。今日は UFO キャッチャーをしてきましたので実況やっていきたいと思います。はい、今回狙っていくのはこちらです。これね、ディズニーのまん丸のものが中に入ってます。すっごく容器も可愛くて、これ狙っていきます。でもね、ちょっと覚えてる、あ、お、これ取れそう。あー、取れない。あー、これね、手前にある、なんだろう、リトルグリーンメンを今、狙ってると思います。ちょっとね、自分で取りながら、これやってて、UFO キャッチャーにも集中しないといけないから、あ、ちょっとね、奥を狙ってみました。お、プーさんかな、黄色のやつがちょっと手前来ましたね。結構ね、両方を集中するのが難しくて、カメラワーク、若干、うまくできてないのと、カメラに集中しすぎて UFO キャッチャーうまくできてないので、おっ、うわ、これ難しい。結構ね、取れそうで取れなかったんですよね。これアームがね、意外と緩かった。これサリー狙ってるのかな、上のやつ雪崩で落ちないのかなと思って、ほら取れない。うー、難しい。はい、両替してきました。リトルグリーンメン狙います。おー、取れない、全然取れない、やばいね。何回しただろう、もう。やっぱりね、手前のを引っ掛けて落とすのが一番いいと思って。落ちない、丸くてつるんって抜けちゃうんですよね。結構難しいこれ。さあ、狙いは変わらず、うー、ここのね、これもちょっと動くんですよね。お、ああ、そうだ、取れちゃったんだ、これ。ね、録画ボタンを押し忘れて、プラス何回やったかちょっと覚えてないんですけど、かなりやって、ああ、取れてなかったと思って、もう取れてるところを取るために、ゲットしたのにもう一回やるっていうね。そう、もうゲットしてるんですよ、実は。ほら、結構100円置いてるでしょ。もうね、かなりこれ取るの難しいから、何回やってリトルグリーンメン取れたのかな。結構やりました。全然取れない、本当に。いくら使ったんだろう、これ。覚えてないな。撮影がね、1ヶ月前なんですよ。取れる。よし、来たー、来ましたー。いくら使ったんだっけな、これ。かわいいですね。サリーとリトルグリーンメン。はい、ということで取れたのが、こちらです。サリーとマイクが良かったね、これ。サリーとリトルグリーンメンです。ここ開けないと。カプセル取れやすいのかな。これさ、スライム自体に色がついてるから、容器外すと色がなくなっちゃいそうな気がする。わー、綺麗、すごい綺麗なクリアスライムですね。とっても綺麗で可愛いです。このサリーすごく可愛くないですか。可愛い。はい、ではちょっとここからは手元で写していきたいと思います。リトルグリーンメンから開けてみます。お、お、あ、この感じは固めだ。お、ちょっとね、加工がね、ダイヤモンドみたいな加工、わかるかな、ちょっとサッカーボールみたいな。あ、これわかりやすいね、ほら、ダイヤモンドみたいな感じになってる。あ、ちょっとね、固めかなと思ったけど、柔らかい、柔らかい、よかった。まあ、少し固めって言えば固めだけど、おー、すごく綺麗。クリアスライム最高ですね。なんかね、手作りクリアスライムは、こうやって混ぜてるとだんだん気泡が入って濁っていくんですけど、なぜかね、こういう市販のクリアスライムって、遊んでも遊んでも、まあ、確かに気泡は入りますけど、濁ったりしないですよね。これが不思議。すごくいいことなんだけどね。気持ちいいですね。じゃあね、サリー開けてみましょう。硬さは一緒なのかな？オープン。はい。やっぱ容器透明だからね。中身のスライムがあっての容器だね。若干これサリーかわかんないもんね。これだけだと。やっぱこの水色があると、あー、サリーだーってなるけどね。硬さは一緒。うん。ブルーとグリーンでいい感じの色味のスライム揃えました。ちょっとね、音フェチしましょうか。これガラスの上でやろうかな。ちょっと下からライト当ててみました。これでやってみましょう。
ということで、この前 UFO キャッチャーでゲットした、こちらはね、ちょっと硬かったですね。同じクリアスライムで、もしかしたら、とは思ったんですけど、こっちの方がね、すごく柔らかくて気持ちよかったです。これぐらいがいいですね。音フェチではね、ちょっと伝わったかわかんないんですけど、気持ちいいとはなんないですね。ちょっと。やっぱね、スライムだったらこれぐらいの柔らかさがいいなって思いました。で、こっちの方がなんかね、若干量も多かったですね。これはね、容器に入れるとね、余裕で入るぐらいの量しか入ってなかったんですけど、こっちはね、もう溢れ出るぐらいですね。ギリギリ閉まんないんじゃないかな。ぐらいの量なので、はみ出る量なので、こっちの方が多いですね。もし両方置いてあったよっていう場合は、こっちよりもこっちのリトルグリーンメンとかサリーとか、こっちのシリーズの方が触り心地も量もおすすめかなって思います。はい。今日はちょっとね、透明なガラスで下からちょっとライトを当てながら音フェチやってみたんですけど、ガラスの上いいですね。クリアスライムだと透けた感じとかも綺麗に出ててよかったなって思います。今回はこのスライム、とっても気持ちよかったです。まあ、普通のスライムがね、開いたりしないようにテープ貼ってあったのかな。ちょっとね、しまうのが難しかったり、万が一開いちゃったっていうことを考えるとちょっと怖いですね。でも、こうやってちゃんとしまうことできます。こういうね、容器に入ってるととっても可愛いですね。保存もできて、すごく可愛いので、いろんな種類のディズニーのやつ集めたいですね、これ。ただね、UFO キャッチャーがめっちゃお金かかりました。リトルグリーメンだけ最初取れちゃって、で、撮影し忘れてたんですよ。録画ボタンを押したつもりが、録画停止を押して、録画終わって、さあ録画停止だって思った時に、録画開始しちゃったみたいな感じ。多分だけど、止まってた間に5回以上はチャレンジしてると思います。だからトータルでかなり金額がかかってるので、うまくね、アームがかかっても丸いので、スルってなっちゃったり、意外と重量感があってこうやってアームで持ち上げることもかなり難しかったですし、丸と丸の間にはまってるやつはね結構動かすのが難しいので、 UFO キャッチャーがあった場合はかなりお金を使っちゃうのでちょっと危険だと思います。だからといって雪崩を起こそうとしても爪がねつるって滑ったり、丸型はね結構収まりがいいのでなかなか動かなかったりして、丸型のこのスライムの UFO キャッチャーはちょっと注意が必要だと思います。でもまあね、容器可愛いので、もし今後このスライムを捨てちゃって自分で作ったスライム保存するときにこの容器があればすごく可愛く保存できると思います。他にもね、 UFO キャッチャーの動画撮ってきたので少しずつ公開していくのでお楽しみにお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。